ど。うるーす。さあ今週も始まりました反逆のルルージュの時間が、はい、やってまいりましたね。来ました。よいしょ。もちろんねこの放送ね毎週見てるリスナーさん、まあ、今ね、はい、今日は初めて見てる初見さんのリスナーさんもいると思うので、はい、まずね自己紹介の方から行きたいと思います。はい、僕がねはいこの下に書いてありますけど、はい、ジョイです、まね、よろしくお願いします。俺は毎週出てるよ。毎週出てるよ。そうそう。はい、そして、はい、僕はまあ久々なんですけども、うん、まあ初めて見る方は多分初めてだと思うんですけど、トーヤって言うんで、はい、はい、ここね、このこっちか、はい、はい、これね、やってるんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ははいこのお二人で放送していきたいと思います。はい、もちろんね、まあ。CM 中のコメントでもね、結構いろいろと流れてました。あれ、ちょっと今日少ないぞとか、社長はとか、まあね、あとロスト、社長はいないの、ストロングいないんですよ。ストロング。軍人ですか、軍人。ああ、そう。だからアーミーって書いてあるから、今日はちょっと軍事スタイルでいきます。軍事スタイルで。アーミーで。いや、みんなこう突っ込むね、結構。これ、幸福な久々に来たんだよね、この放送。あ、そうね。はい、だいぶ前に放送したんですけど、気づいてもらいました。ありがとうございます。分かった。突っ込んでくれてありがとうございます。アーミーです。はい。で、今日はね、そう、この二人で。はい。放送をやっていきたいと思いますので、じゃあまずね、この2人乾杯しましょうかね。乾杯です。乾杯、イエーイ。さあ、やりましょう。さあ、アーミーな感じで、今週を。どうですか、久々登場なんですけど。久々、はい、なんか、2ヶ月ぶりなのかな、うんうん、うん。なんか逆に、2ヶ月前はちょこちょこで、ね、まあ、出てたんですけど、うん、久々なんで、ちょっと喋れるかちょっと分かんないですね。喋れないですね。滑舌がまた悪化してるからね。髪型どうしたのとかで。髪型でちょっとね、まあそうね、金髪、昔はちょっと黒髪だったんですけど、ちょっと初めてね、金髪で出るのは。はいはい、確かにそうか。金髪なのは。そうだ、初めてなんですよ。しかも結構今日、結構モリモリだね。やりました今日放送のために結構普段あんまこんな放送でないでしょ。結構浅いじゃないですか、ね、そう、いつもそれめっちゃボリボリそう。やっぱね放送だから今日ね、この話ちょっとめっちゃ気合い入れてね、気合い入れたんで、いや、ガチ盛りが山盛りパスタみたいな。ただただね、よくねそうだね、色もね、パスタみたいに俺左の金髪で爆発したんだよ。実験でボーンってなっちゃった。どうですか、最近の近況は。最近の近況はね、ちょっとね、多分うちのキャストの、はい、多分ミオさんって多分いると思うんですけど、うんうん、まあ、うちのリーダー、うんうん、いると思うんですけど、ね、ちょっとね、髪型がちょっとね、なんか一緒じゃん、一緒じゃんみたいな、後ろから見てもちょっともうそっくりじゃんって言われたんですけど、はいはいはい、顔で見たら全く違うって、顔で違うよっていつも怒られるんですけどね。はい、そこだそうです。滑舌悪いとか何言ってもいいな。え、寝起きですか、なんて言ってほら言ってるじゃん。そうでか。いや、まぁ、あ、ちょっと彼がね、なんとか滑舌なんだよ。まぁ、あ、要は、ね、うちのミオとちょっと髪型が被ってると。そう。被ってんじゃないかと。被ってんじゃないかと。言われてるけど、まぁ、あ、顔は違うと。顔違うよ、みたいな。なんで俺は予約してるんだよ。なんで俺は予約してるんだよ。はい、だからまぁ、あ、最近の近況ということで、ちょっとね、ある画像とね、2枚見てもらおうかと思ってね。とりあえずまず1枚目、ちょっと、お願いします。はいはい、ただ見て、おいしそう、おいしそう、めっちゃ本当に。はい、これで営業でね、そうね、お客様の方から差し入れでね、はい、ドーナツをね、買いました。はい、しかも2箱、長いやつを2箱。マジですか。そう、おいしそう。ポンデリング一番いいですね。そう、めっちゃ美味しかったの、これドーナツ。めっちゃいいですね、なんか。まあね、ちょっと面白いのが、ちょっと、はい、まあこれだけ画像見せても、はい、まあ、なんだ、ただの差し入れかと思うんですけど、まあ、ないですね、はい。一応まあ、画像2枚の良さなんですけど、もう1枚の方ちょっと用意してください。もう1枚いきましょう、もう1枚。箱からドン、はい。わかります皆さん。箱を開けたら、はい、中身が。すごいですね、なんか、何ですか、これ。おにぎりですね。あ、おにぎり。どこだって中に、おにぎり入ってる。そう、おにぎり、あ、やられたぜ、みたいな。
そうそうね、だから2箱をね、はい、縛ったまま持ってきて、はい、よっしゃじゃあ営業みんな食べようって、はい、まあ、で1箱目が運よく本当にドーナツだったの、まあね、そうそうで、そうそうそのドーナツ全部なくなってきて、はい、よしじゃあもう1個食べようかなって開けたら、はい、ほらドーンおにぎりでしょおにぎりでちょっとね、腹をね、満たすみたいなあ、こっちなのみたいな、あ嬉しいけど、はい、もうちょっとね、期待してたんだけどすごいね、なんかそのこれ面白いね、ちょっといたずらの声でね、面白いな、こういうのに面白い、はい、ありがとうございました。最新ね、最近の金魚で、まあ、こんな感じでありましたけども、ね、いたずら心があってとかわいいなと、はい、皆さんもよかったらね、いろいろやってみてください。味でしょ、味はね、結構ね、いろいろよりどり緑だった。鮭とか、はい、昆布とツナマヨみたいなってね、はい、あると思う。でこういうさ、ドッキリなんかいたずらであったの、昔。はい、前さ、なんだなんか昔、畑店でなんかクリスマスプレゼント用意してたんですけど、はい、そう、あのね、ただ袋が、うん、袋があのスワロスキーの、ああ、ちっちゃい紙袋で、まあね、で、それを封をしてやったので、それでお客様がなんかビンゴ立てて、よし、これだってやって、はい、それをあげたの、はい、お客様みんな喜びだ、うわ、そうですね、スワロスキーで、ね、何が入ってるんだろうと思って、はい、で、実際中身開けたら、あのポケットティッシュ10個入ってる感じでそう、ポケットティッシュ、そう、そう、外見だけで惑わされるから、ね、中身はただの、ね、中身はただのポケットティッシュで紙袋だけ座らせて交換ですよね。でね、ちょっと、いたずらでちょっとね、おいでねとかね。ありましたね。軍人スキーに行くのって、あははは、メキンスキースタイルみたいな。まあ、ね、でもだけ、まあ、放送だったらこのね、朝ね、新幹線の湯沢に行ったら、行くかもしれないからね。いや、でもスキーね、もうスキーの季節もありますからね。まあ、そうですね、もう冬なんで、もう。実は、では、ね、企画の方で今日のカメラ自動運動で。さあ、ってことでね、ね、まあ、いろいろね、今回コメントで、ね、読んでいってますけども、はい、はい、まあ、前回の、まあ、今回の企画ね、はい、やっていきますと、まあ、前回の企画が、まあ、あの、まあ、YouTuber、名付けたおりじゃ、ルーチューバーって言ってますけども、YouTuber? はい、それをね、各キャストがやっていこうと思うんですけど、はい、まあ、かかね、まあ、もう出てるんですけど、まあ、今回第1回目ってことで、第1回目とか、はい、うん、やってみようと思うので、僕が考えた、はい、まあ、ルーチューブ、まあ、動画の方を、はい、ちょっとね、皆様に見ていただいて、はい、まあちょっとなんか評価してほうかなと思います、まあね、ますはい、YouTube でやっとね、なぞりましたので、はい、ちなみに今回僕がね、はい、プレゼンしたんですけど、まあどんな動画を買っていこう、はい、まあ、説明しますと、まあね、皆さんはね、今日の、ね、放送始めたと通り、はい、だと思うんですけど、はい、一応この子、彼をメインにしてます、はい、トレーナー、僕、はい、トレーナーメインにしてますで、トレーナーを素材として使ってるんだけど、はい、僕がね、まあ、分かった通り、コメント出たので、ちょっと彼にはちょっと滑舌に関して、滑舌がちょっと、はい、難がありまして、はい、だからね、ちょっと普通じゃないと思うので普通じゃないと思うので、まあまあまあ、本人目の前にいておかしいんだけど、滑舌と何がありました、それでね、はい、その滑舌をちょっと利用じゃないよ、はい、それをちょっと元にした動画、まあ、はい、まあ、大雑把に言うと、はい、あれですね、あの東野の言葉、僕の、はいはい、その言葉がみんなに聞き取れるかっていう、はい、ちょっと検証して検証動画です ね, ね、ちょっとあえて、ね、そう撮ったんだけど、東野にちょっと読みづらい文章、読みづらい、うん、はい、ちょっと読みづらい文章をちょっと言ってもらって、はい、でそれがその子にはちゃんと聞き取れたかと、あね、そこの検証ね、やっぱりやっていったと思います。ちょっと俺もね、滑舌のもちょっとあんま自信ないんだけど、俺もあるんだけど、そうそう、そう、フェルデスみたいな感じなんですけど、あ、ね、今回、ね、あの、あれですね、みんな知ってるかな、サーティワンアイスクリーム、はい、あれですか、はい、サーティワンアイスクリームのメニューって、うん、結構面白い、ね、いろいろね、いろいろめっちゃあるんだね、うん、もう面白い名前してるね、そう、要はそれで、ね、うまく触るのかどうかを注文できるかのか、はい、ね、はい、ちょっと見ていただきたいと思いますので、まあとりあえずどんなものか、とりあえずね、1個動画見ての方が、ね、あ、こんな感じかなのお願いしますので、それでは動画の方をよろしくお願いします。しましょう。ベニンクリーカプチーノピースコッチアレギュラーダブルバッファイアなんだってカプチーノしかない、カプチーノしかない、カプチーノだけ分かった、カプチーノダブルってなんか、あいつのなんかピンクルクルセイジャーズカプチーノ、はい、では、ね、今一瞬だったんですけど、はい、ちょっと分かんない今ね、それが目を見たんですよ、まあ、一応ね、上の文字が一応メニューなんですけどね、まさかね、うん、ちょっとダメだね、自分も実際聞いたら、はい、ちょっと分かんなかった、うんうん、分かんなかった実際、そう、まあ、あえてメニュー長いことしたんだけど、そうプリンクルセイザーセイザーセイザー、もうね、どっかのなんか、もうこれにせるやかに、なんか、うん、どっかの星のなんか名前の中に、ね、めっちゃ難しいよね、うまく伝わなかったと、あ、ね、伝わなかったあれは、まあ、確かに長いんですけど、うん、はい、失敗して終わったっ、失敗して終わった、失敗した、そうそうそうこんな感じ、そう
まあ3人1そうなんですけど、まあ、はい、まあ、大体今の感じで多分分かると思うんで、まあ次の動画もう流すんですけども、まあ次の動画はもう最初から答え出るんで、上から。あ、はい。で、それを、あの、相手側、キャストをね、はい、どうやって捉えたのかね。まあね、そこは。皆さんは最初ね、ちゃんと書いてあるんで、それはちゃんと、はい、投薬が言えてるのか、それも踏まえて、そこでちょっと踏まえて、声聞いて、はい、お願いします。それでは次の動画ね、お願いします。お願いします。どうぞ。はい、見るよ。せーの。はい。チェーンクイーズイカプチーノビースコッティアレギュラーダブルワックスワッフルコーンワックスワッフルコーン、はい、どうぞ。あ、なんて言われました？ワッフルコーンは聞こえたよ、うん、途中のね、カプチーノも聞こえた最初何キーフルーリーみたいなやつ。あ、それキーフルーリーカプチーノわ、わちゃみは、か、はぁーあーねーわかんねーはい、わかりました。まあ確かにこれも滑舌いいにしろ悪いとも関係ないし、まあ難しいんだけども、難しいね、うん、難しいんだけども、やっぱ言え、コメントも出てるし、全然ダメだダメだね、これね、もうね、バッカルコーンとか言えてやろカプチーノが言うって言ったらしい。カプチーノだけはね。そうそうそう。もう、そうそう。これ噛みそうですよ。確かにこれで、ね、サーティオの店員さんも大変だって。実際にね、お前がサーティオからね、うん、聞き取れるかどうかも分かんないし。それだったらもう一回、教えてくださいって言われそう。そうそうそう。まあ、俺らはさ、初めてメニュー聞くから分かんないけどさ、はい、ほら、サーティオのアイスクリームの店員さんってもう、はい、全部分かんない、あれメニュー。ああ、そうですね。まあ全部把握してるんだ。全部把握してるじゃん。まあ、あれからね、それでもね、サーティオの店員さんが分かるかどうかね。ね、そこはね。いや、実際に連れてきたいね、サーティアンに。まあ、そうね。次の企画もそう、これ考えてるのかと思ってね。やりたいですね。うん、やりたい、目の前ですね。やってみたので、あります。じゃあ、次もう一個動画あるんで、ね、これも同じ感じなんで、実際に、トーヤのね、活動がちゃんと言えてるのか、はい、皆さんもね、ちょっと、見ててください。では、お願いします。お願いします。長くなったっすか？あ、でも、そんなの。いいよ。よーい。ポッピングシャワー、ラブポジション、サーティワンベリー、ベリー、ストレベリー、テープル、ポップ、よし、あ、全部言われたか、全部言われたかえ、マジっすか、うん、でも言ったよ、言ったら進んでって俺、え、でもこれまでの分かったでしょ、めっちゃ自信ありげな顔ねすごいドヤってるけどえ、だってベリー3回ぐらい言ってましたで、しかもめっちゃ読んでたからね、ベリーベリーえ、そんなのやりましたっけ、ベリーベリーベリーなんて聞いたもんね、え、ワンチャンあれも面白いえ、ちょっと書いてみて、ちょっと俺食べるもんなんて言われたの、書いてみて、俺食べるもん恥ずかしいなんて俺が食べるもんいつも恥ずかしい、俺食べるものは恥ずかしい、あ、うまいから、はい、食ってるさてよ、食ってる、食ってる、あ、はい、はい、このメニューを変えてみてやってみたんですけど、どうですか、感触の自分で今、結構分かった人で練習だったけど、言えたんですけど、どうやってたんですけど、ね、分かんない、あと、ちょっとあったのは、なんかね、よく言われるのは、その声が通りづらいってあるんですけど、うん、実際に通りづらい、あとなんかちっちゃかったね、なんか、声が小さかった、声が小さかった、声小さかった、声が小さかった、あ、ほんと、自分結構言って、言ってたから、あれは、ありがたいつもりなんで、ね、すごい、声が聞かないで、そうだよ。やっぱそうね、声聞こえない、うん、滑舌以前でまず声が小さかったのしかも後半なんか最後言ってたじゃん、俺も なんて言ってたの、あれ、あれなんて言ったんですか、最後最後なんかアルラズアルラズ俺が何覚えてるあ、うん、俺がたよく注文するまあ、サーティワンのアイス、あー、僕がいつも買うときに注文するアイスが入ってたって、うんうん、あ、入ってたから、あー、だ、それをよく食べるよってそれはずっと言ってたわけよ、最後のやつ文章を聞き取れなかった、普通の会話アイスのメニュー以前にその会話ちょっとね、聞き取れなかった、俺もうなんてって言い返したいやー、ほんとね、まあ自信持とうってことでね、うん、ありますけどね、で、書いてたらずっと滑舌悪いのってずっと滑舌悪いのとね、まあ高校のまあ半ばぐらいからなんかね、ちょっとおかしくなってないんじゃないけど、うん、ちょっとね、変わっちゃったの、なんかそれまでは全然なんかね、普通に喋ってたんだけど、高校のまあ後半からなんかね、ちょっと早口になっちゃった、早口になっちゃった、ああそんなことあるんだ、高校からうつ悪いけど、そっからなんか高校生デビューじゃないんだけどさ、声がちょっと変わった、そうまあ今ね、
まあ、そうやくんはアイスはおとなしくコンビニで買っておこうということで、そうね、アイスね、そういうマジで買っておこうということで、続きましてね、実は皆さん、まあ残り時間後半ですけども、まあね、今回はあと皆様に見たいですけどね、あの向けての動画がありますので、動画あるから、はい、うん、今回は東野が言ったメニューをこの皆さんに考えてもらうからあるね、まあ一旦ね CM 挟むんですけど、ね、CM からね今度はリスナーさん向けに問題出しますので、はい、ぜひ期待して待ってください、はい、それでは一旦 CM 行きましょう、はい、お願いします。はい、はい、お願いします。さあ、CM 開けました。はい、開けましたね。開けましたね。はい、まあ、いろいろコメントで書いてあるんですけども、確かにサーティワンのアイスってちっちゃいけど、ちょっと値段するよね。ちょっとね、そうそう。いい値段する、あれはね。本当に。そうだね。まあ、ブランドですからね。まあ、ねサーティワンのアイスだぞっていうのが、ね、ありますから。はい、では今回、はい、次の動画流すんですけど、はい、この動画は、リスナーさんに向けて の、まあね、あのメニューいいので、はい、ぜひ皆さんね、ねこれは何て言ってるのか、ね、耳をよく澄ましてください。まあ、あのよく今ね、パソコンかもしくはね、はい、スマホで見てる方、はい、あのイヤホンジャック挿すのをおすすめします。ね、イヤホンで聞くのをおすすめします、はい。とりあえずまず1個目の動画パーンといきましょう。じゃあ、お願いします。どうぞ。天空ビスコットください。はい、どうぞ。ごめんなさい、一瞬でしたけど。はい、皆さん、お願いします。なんとかなんとかくださいは言ってます、ね、まあ、なんとかくださいって、うん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 、ちゃんとアイスクリームのメニューですね、はい、ね、はいはいはい。まあでもね、ちょっとさすがにね、なんてってあるし、まあね、ちょっと動画短すぎた、まあね、うん、それはごめんなさい、それは確かにあります、うん、あるので、次、一応同じその動画を繰り返した、長く繰り返したものがあるので、はい、ぜひ皆さん、あの耳を澄ましてみて、はい、ね、当ててみてください、はい、それでは動画のお願いいたします。天空ビスコットください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 。Thank you, Biscuit Guy. さあさあ、はい、ちょっと今回は特別ちょっとスローモーションで最後はね、大ヒントっていうからね、めっちゃゆっくり言ってみました。はい、ウィンクって、ああね、今いろいろコメント欄でティンクって言いますけど、ではね、こちらの方であのね、あの、はい、答えの選択肢の方をね、はい、アーケードの方であの出すので、皆様が聞き取れたと、はい、ぜひポチッと押していただいて、果たして皆さんは聞き取れたのか、紅葉の声は全国の皆さんにね、はい、あの聞き取れたのか、届けられたのかね、ありますので、はい、多分そこからねポチッと選んで、結構まあいい線いってるね、あのコメントもあるね、いい感じのちょっとやっぱあの動画結構強かったね普通にスタッフさん笑っちゃったからね普通に出してるあったのね、初放送ちょっと、まあ、今回の問題はあのそんな長くはないからね、うん、あの何度か何度かビリビリポーション、ね、
回から、ちょっと短めには設定はしたんだけど、はい、果たして皆さんね聞き取れたのかね、のかありますから、はい、どうでしょうかできたかな。俺もあれは結構厳しいわ。厳しいですね。答えを俺自分で答え分かってても、ね、なんでうまく聞き取れないのかまあ今回ね選択肢ちょっとね、うん、ちゃんと分かるあるので、ね、まあ正解はあるので、どっちかどっちなのかってありますけどね。しっかりとあったよね。あるんですよ。本当にめっちゃあるんでね。めっちゃあるからね。はい。一番、まあね、選択ならまあね分かる。選択ならね唯一選択これっぽいなって2分の1しかない。そう、ね、2分の1しか分からないけどね。いつ4つ出してんだね。あ、4つだよね。はい、じゃあ4分の1ですね、はい、4分の1どれか。ツインズビスコット、トゥインクルビスコッティ、はい、スコッチください。で最後はまあ聞き取れなかったと。ああ、ね、最後はまあ分かんない、分かんない、聞き取れなかったとあるので、はい、4番がこれでパーセンテージ多かったらあんたやばいよ。やばい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 あんたやばいよ。一応俺出してみたんだけどランでさ、うん、はい、結果の方を出ましょう。はい、ダダン、はい、トゥインクルビスコット28、1が28、2が28、少しなくて、4が2、はい、4割方、結構、全部皆さんに、分かんないよ、みんな、分かんないよ、これ、4割方は皆さんはやっぱ、また来てもらったらそうです、まあね、はい、ちなみに改めて言いますと、正解は何ですか？トゥインクルビスコット、2番、ああ、分かんないか、そんな感じ。ちなみに正解2番ですね、はい、まあ2番、はい、トゥインクルビスコッティ、ビスコッティ確かに言いづらいかもしれないけど、俺も普通言いづらいけど2番のトゥインクルビスコッティが2番、はい、実際の本当にサーティオンのメニューであるので、それを実際に言ってるんだけど、はい、意外と2番と1番で結構、しかも1番と2番が結構どこよくないのかな、ね、まあどこどこですね、どこどこそう、いい線いったでしょ、ツインズビスコットかツインクルビスコッティか、どっちかって言ったけど、一応1番の方も聞こえちゃうからねそれダメだよ。大体でも4番がまあ多かったね、まあ、4番が多かった、うん、そう、細かく言うとね、このコメントの中ではティンクルビスコトゥーだよね、確かになってるし、あ、書いてある。ちなみにスコッチくださいって言ってみて、スコッチくださいって今ちなみに、うん、スコッチください、スコッチね、スコッチ、あ、うん、これは言えたね、これ言えた、うん、絶対言えた、これは言えた、発音じゃない、自分が意識してそうそう今からやるぞってやれば結構そう言いやすいんだよね。そんなね、そう自分で、ね、意識して言えばダメなんですけど、何も考えずに言ったらダメなんですよ。ちょっとこのコメントだけ気になったから俺言ってみようか、俺そう先に言ってみよう、俺普通に東京特許特許特許、はい、俺だけが言いましたから、さあ彼に言ってみましょう、はい、東京特許特許特許東京特許東京特許ってやばいね、これは普通の人は結構難しいよ、ね、難しいね、やばいね、こうやってやらせると結構難しい、ね、結構難易度高いよ、そうだね、最後ね、キャ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 キまあ、まあ行きましょう、うん、まあ、行くよ、はい、キャリーパンパム、おおあ、どうなの、自分には、あれおって自分結構、なんか俺行けたみたいなカリーって言った時点でもうダメじゃんキャリーってカリーに聞こえてたらもうダメだよ、でも違うね、やっぱり違うね、あ、もう王道のパジャマ系です、あー、結構、抜けてない、行くよ、うん、赤パジャマ、黄パジャマチャパジャマ、うん、ちょっと惜しいね、惜しいね、これ笑わないやつ惜しかったねさあ、どんどん言ってみる、その順番に新人歌手、新春シャンションション、あー、なんかちょっと言ったかもしれない、あ、そんな感じ、なんか、7割方言えたね、あー、分かった分かった、新人歌手、新春シャンションションさっきはそれ言おう、その時の次、バス、バスの方、バス、ガフガフついてたか、ついてたガフって言っちゃったガフこれの方のフェフテストで言ったね、ちょっとやっぱ系統はそっちなんだよね、多分ね多分そうね、多分ね、いいじゃん、すごいね、まあ、じゃあ女性、ああ難しい、雪のやつ難しいね、雪難しくて、じゃあ生麦のやつよ、生麦、生麦、生米、生卵、あ、これは入れんの、おー、これはやっぱレベル1の、まあ、レベル1のレベル1の役者だよね、おーと、フェフ兄さんだね、フェフ兄さんね、多分ね、確かに出た、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、
かけて坊主が もう一回言ってみよう。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主坊主が屏風上手に坊主だ。やっぱ言えないんだ。そっか、なんか多分ね、点々、うん、とは多分ね、そういうのが多分難しいんだろうね、俺には多分。点々、あー点々とは本当に点々、濁点で、うん、濁点ね、そういうことか。だから濁点はちょっとザジズゼゾとか、そっち系ザジズゼゾ。なるほどね、それが結構難しいんだね、うん、ちょっとねなるほど、やっぱり、ね、難しいね。濁点が弱点か、大田がちょっと上手いね。濁点が弱点か、そうですね。いやすごいね、でもね、一応彼もね、これでもこういう活動でもちゃんとね、生きてますから、生きてますからね、生きてますから、生きてますから、生きてますかっておかしいけどさ、あれだよね。え、でも困ったことなかった？困ったことですか？困ったことなかった？困ったことは、よくなんか友達とか電話するんですけど、なんか分からないって言われて、何回もえって聞かれるんですよ。だから、あの電話してもすぐ LINE ちょうだいって、すぐ切られるんですよ。LINE ちょうだいって言われるんですよ、うん、そうや、分かる。だって電話だと、電話越しだとね、普通の人もちょっと聞き取れない場合もあるからさ、あの、ね、通信が届かないでしょうね、確かにね。そう、確かに電話とかも、その分かるやつ共感するかもそう、最初から LINE でやっとけって言われる。LINE でやっとけって言われるでしょ。確かにね、やばい、うん、その休業の予定は結構厳しいよね。そう、厳しい厳しい。うん、本当にね、欲しいのに、ね、分かんないからね、確かに。電話か、確かに。そう、ね。あと、あれだもん、なんか、分かんないけど、滑舌が悪いから、うん、結構早口になる時もあるよね。あー、ある、うん、本当に。そこはなんかね。俺もなんか、ついついなんか、あんまりも、早く言いたすぎて、なんか、つい言いたいことが多くありすぎて、うん、なんか、早口になっちゃうってことが結構よくあるよね。どうなんだね、まあこの活動だってもね、これは彼のね、持ち味だと思いますので、まあ、ですね、はい、ということで、まあ放送時間もね、はい、待ってますけども、ね、まあ今回は YouTube、はい、まあ僕の方が考えた動画の方をね、はい、皆様、まあ、いかがでしたかということで、はい、はい、まあこんな感じで、まあ今回ね、そう、可愛いってことで、ね、滑舌は、ね、よかったと思います。よかったよかった。まあ次回もかな、次回もね、また動画上げるかな、ね、まあ違う方でね、動画撮ってもらって、また YouTube 上げてるか、もしくはね、最近のこと、はい、またいろんな曲をね、試していくのと思います。終わり、そうなんですよね、もう放送時間もあっという間に残り1分弱も聞いてしまいますので、また次回もね、クラブルーズをお願いしますということで、はい、お疲れ様だね、皆様ありがとうございます。最後になんか一言お願いします。聞くとか、はい、本当にもしよかったらね、セフ兄さんにね、会いたい方いたら、来てください、ルージュまで。はい、あ、僕いるんで、いつも、はい、お願いします。ありがとうございます。セフ兄さん、ありがとうございます。それではまたお願いします。お願いします。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を